皆さんこんにちは。マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。今日もこれから本要約カフェを始めていきます。今日ご紹介する本は、現象が一変する量子力学的パラレルワールドの法則、すごいことが書かれている本です。ぜひ最後までご視聴ください。またこのチャンネルでは、クオリティオブライフやウェルビーイングの向上のヒント、海外で流行している瞑想やアファメーションをいち早く配信しています。チャンネルフォローがまだの方は、ぜひ今のうちにフォローをお願いします。さて、今日ご紹介する本、現象が一変する量子力学的パラレルワールドの法則、著者は村松大輔さんです。この本を読ませていただいて、量子力学っていうのが非常にわかりやすくなったのと、スピリチュアルや引き寄せの法則などで言われるもう一つの宇宙、パラレルワールドとの関係がよくわかりました。ポイントは周波数です。それでは早速中身に入っていきたいと思います。まず皆さん、パラレルワールドってご存知でしょうか？ドラえもんの世界によくあるところです。そこはパラレルという平行世界とか平行宇宙と言われている世界です。今私たちがいる世界とは別に、他の世界に同じ私たちが存在しているという考え方です。これは最近映画でもよく描かれていまして、アベンジャーズシリーズとかストレンジャーシングスとかよく出ることが多くなってきました。これが実は最新科学である量子力学論の中で、次々と興味深い研究成果が発表されているということです。そして実際にパラレルワールドは時空を超えて存在するということです。これは最初スピリチュアルっていうことも少し言いましたけれども、そういう話ではなく、最新科学の世界です。まず私たちの体を見てみると、私たち細胞の集まりっていうのは皆様も知っていると思います。その細胞の数、なんと37兆個です。その細胞を顕微鏡で見ていくと、分子っていう粒が集まってできています。さらに普通の顕微鏡ではない特殊な顕微鏡で見ると、原子という粒が見えてきます。原子っていうのは酸素とか水素とか炭素とか言われる様々な元素で構成されているものです。ちなみに私たちの体はここまで分解すると、炭素、酸素、水素、窒素、カルシウム、リン、カリウムなどの原子からできています。さらに細かくいきます。まあ、理科の授業などでは、原子の中には原子核っていうのがあって、その周りを電子が回っていると勉強したことをもう覚えていないと思います。ですが、この電子核っていうのは、陽子と中性子という組み合わせでできています。さらにその中にはアップクォークとダウンクォーク、クォークという粒子が飛んでいます。その結果、電子というものが生み出されています。それらが要は素粒子と呼ばれるものです。素粒子っていうのは元の粒子って書きますので、これ以上は小さく分解できない最小単位っていうことです。ここが量子力学の世界です。ここで驚くことに、私たちの体が小さくなっていくとは粒子っていう元のものがあって小さくなっていくんだなと思うと思いますが、私たちの意識とか感情も実はこの素粒子でできている。そうなんです。これは決してスピリチュアルな話ではなく、最新科学の話です。この素粒子っていうのは17種類あるそうで、大きく分類すると物質を作る素粒子
フェルミ粒子というものと、エネルギー的な素粒子、ボース粒子の2種類に分かれています。つまり先ほどの体を分解すると、陽子や中性子の中にアップクォーク、ダウンクォーク、電子というものがありました。これらは物質を作る素粒子です。一方でエネルギー的な素粒子のことをフォトン、光子、光の子と書いてフォトンと呼びます。なのでこの素粒子には体物質を作っているものと私たちの意識とか感情を生み出しているフォトンというエネルギー的な素粒子、この2つがあるということです。よく引き寄せの法則なんかでは私たちから出している波長が問題だっていう話とかよく聞くと思いますが、実際に出てるってことですね。粒子が出てるんです。はい、ということでいきなりへーみたいな話になってきました。さらに素粒子には時間が存在しないなんていう話も出てきます。また先ほど申し上げたフォトンという光子というのは非常に大きな役割をしていまして、私たちの細胞とかどんどん分解すると中身がスカスカだっていうことが出てくるんですが、物と物っていうのは当然通り抜けられませんよね。それは原子の反発力によるものだと。そしてフォトンが飛び交ってるおかげでその電磁力で原子同士がくっついていると言われています。つまりこれは解釈によっては物質的なものを結びつけているものはエネルギー的な素粒子であるフォトンであるということです。これは非常に興味深いですね。そしてここでは分かりやすく、私たちの中から嬉しいと思うと嬉しいフォトンが出ると、また反対にムカつくと思うと全身からムカつくフォトンが出るそうなんです。先ほどの話からするとそうですね。私たちから発するエネルギーも意識もこのフォトンが関係していると。これは決して著者だけが言っているのではなく、理論生物物理学者のフリッツ・アルバート・ポップ博士が、もう舌噛みそうですけれども、私たちの体からはバイオフォトンという素粒子が放出されていると言っています。そしてそれが私たちの意識の正体だと言っています。目には見えませんがフォトンというエネルギーの素粒子がちゃんと出てるっていうことです。さらにここで言ってるのは、私たちは相手のフォトンを受信する機能があるってことです。ここで大事になってくるのが周波数です。何でもそうですが、チャンネルを合わせると見えます。それは周波数が合ってるからです。テレビでも1チャンネル、4チャンネル、6チャンネルとかありますが、あれは全部周波数を選んでるだけですね。なので周波数が合うと相手のフォトンも受信してしまうと。よくありませんか？イライラした人の近くにいて自分もイライラしたこと、また嬉しい明るい人がいて自分も明るくなったこと、そういう機能があるようです。そしてこの次ですね、これすごい重要なんですけれども、キーワード周波数と申し上げました。もう一つ大事なことがあります。それが観察です。観測とも言われます。要は認識することです。ここで有名な実験があって、二重スリット実験って言うんですけれども、ある電子を放出する、銃を放って、その先に2つのスリット、切れ目が入った板を途中に置きました。そしてこの、素粒子の変化を観察したわけなんですが、それを放出した時には要は粒ですね、ポン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 と、銃の弾みたいにこう出ていったんですが、そうすると最初のスリットに当たって跡ができました。けれどもそれだけでは終わらなかったんですね。どこからか一部が波に変わってそのスリットを通り抜けていたと。つまり粒だったはずの素粒子が
波に変化したと言っています。さらにここから不思議なことがあります。粒だったのになんで波になったんだろうと思って、ある観測者を置きました。人を置いて、そのまあ電子銃とか目に見えませんけれども、ちゃんと観測しています。その観測者が目をつぶってスリットのついたての後ろで待っていました。その状態ではその電子銃から出たものが波だったんですけれども、観測者が目を開けた瞬間、粒に変わったんですね。これどういうことかというと、観測または認識することによって素粒子は姿を変えるっていうことが証明されているんです。これが現象化ということです。波の状態っていうのは、そのスリットをすり抜けられる状態なので物質化していないんですけれども、要はその反発作用がなく通り抜けている状態ですので物質とは呼べないですよね。ですがそれを認識した瞬間に物質に変わって現象化したっていうことです。見た瞬間に現象化した研究です。これを著者は観測すると確率が1に近づくと説明しています。確率が1っていうことはもう実現ですので、0.5 とか 0.7 とかそういうものではなく1、完璧な状態ですね。これが量子力学から言った思考が現実化するという理論です。つまり観測することが大切だっていうことは、意図すると現象化するっていうことです。これが引き寄せの法則につながっていきます。さて次に、この本書のメインテーマでもあるパラレルワールドに入っていきます。これまでは私たちが素粒子でできていること、私たちから発している感情や意識、意図もフォトンという光子を生み出していること、さらにはそれを周波数を合わせることでそれが物事を観測するということになって現実化するということを学んでまいりました。このどの周波数帯に合わせるかということがパラレルワールドを理解する鍵にもなっていきます。つまりテレビでも同時にいろんな番組が放送されているように、4チャンネルの周波数の世界、8チャンネルの周波数の世界、それぞれの平行パラレルの世界があるということです。そして周波数を合わせるという観測する行為が、これまでの言葉で言ったらフォトンをぶつけるということになって、その確率が実現の1に近づいていくということです。いつも観測していたりぶつけるフォトンの量が多くなればなるほど確率はより近づいていきます。迷いがあればいろんな周波数のフォトンを飛ばしますが、意図が明確だったらそのフォトンが集中していきます。しかしこうした素粒子の世界っていうのはだいぶ解明されてはきていますが、まだまだわからないことの方が無限にあるぐらいだと思います。例えば今私たちが暮らす世界っていうのは三次元世界って言われていますが、素粒子のひも理論などに行きますと、それは十次元を使って振動しているとか言われていまして、もうその空間の大きさっていうのは計り知れないと言っています。そうしたところ、本書では非常にわかりやすく、例えばありがとうっていうその周波数を出したらありがとうの世界に飛んでいけると、イライラっていう周波数を出したらイライラの周波数の世界に飛んでいくと、そう説明しています。そうするとどうなるかというと、先に素粒子には時間がないっていうことも言いました。ということは過去も未来もないんです、素粒子の世界には。つまり今イライラっていう周波数を出すと今がイライラになるんですね。当たり前かもしれませんが、要は過去直前どれだけいいことがあっても今イライラしたらそのイライラの世界にいるということです。これも逆で、過去どれほど嫌な思いをしたとしても今
この瞬間がありがたいっていう世界にいたら、過去も未来も関係なく今ここありがたい自分でいられるっていうことです。まあ難しく考えるともっといろいろあると思うんですけれども、要は今ここの意識が過去も、まあ、未来も、まあ、ないんですけれども、その捉え方を変えていくということです。まあ、ここでは著者の体験も語っています。著者と実のお母さんとの関係の話です。お母さんからとても可愛がられて育ったんですけれども、大事に思う反面、あんな子はやめなさいとか、いろんなこう心配の延長で邪魔されたと感じたことがたくさんありました。ずっと母と心を離したままだったんですが、我が子が生まれた時に、母もこうして命がけで私を産んでくれたのか、ありがたいと思った時、ありがたい世界に飛んでいったそうです。ただただありがたいに変わったそうです。一気に一瞬で嫌だなという周波数からありがとうの周波数帯に変わったそうです。そうすると過去も未来も含めて感謝のパラレルワールドへ移ったと言っています。さて、さらにここではエネルギーの方程式を紹介しています。それは E イコール H ニューというものなんですが、まあ、聞いてもよくわかりませんので、要は周波数が大きいほどエネルギーも大きいという意味らしいです。これは何かというと、思いの強さっていうのが大事だと言っています。まあ何でもそうですね。大きなことを実現しようとすればするほど、ただ思うだけじゃなくて、思いの強さっていうのは必要になってきます。これが願望実現と関わっている部分かと思います。ちなみにこのフォトンには時間の概念がないっていうことですが、寿命もないそうです。素粒子には17種類あると話しましたが、それぞれ寿命があって、ミューという素粒子は寿命が 0.000022 秒ということで、これ一瞬で死んでますね。一方、電子の寿命っていうのは非常に長くて、桁がもう数えられないので、地球の歴史46億年より長いようです。さらに、今テーマになっているフォトン、この寿命は何かというと無限ということで寿命がないそうです。まあこの辺が私たちの意識とか精神が永遠性を持っているっていうことを、まあ解明するきっかけになるんじゃないかなと思います。はい、なんかすごい話になってきましたが、要はこうした量子力学的観点から別な周波数を発することで、その世界に行くことができる。その結果、劇的な変化を遂げる方もたくさんいらっしゃるそうです。まず、家族崩壊、母と自分の病気で苦しんでいた人は、まあ、劇的に変わったんですが、変化したことは、自分を責める周波数から、自分をねぎらう周波数に変えたことです。さらに人間関係を取り戻して売上が40倍になった女性もいます。この方は周波数を愛や感謝の周波数帯に変えたと言っています。また仕事でうまくいかなかった男性が根性や気合の周波数から思いを大事にする周波数に切り替えたことで、みるみる仕事が好転していったという事例もあります。その他たくさんの事例が出てるんですが、これが実は自分から今出している意識とか感情、まあ、周波数、フォトンというものが現実を作っていることに気づいて、それを切り替えたっていうことで出てきてる事例なんですね。まあ、それではここで波動を高めるとかよく聞きますが、その中でも愛とか感謝の波動が高いとかよく言われます。これがなぜ愛の周波数っていうものが波動が高いのかっていうのを解説しています。私たちの出す意識は波として、フォトンとしてそれが発信されています。
その波には共振という現象があって、同じ波長の波はぶつかって波が強くなると言われています。反対に波長の合わない波同士がぶつかるとギザギザになります。ギザギザになるとどうなるかというと、振動数が増えて波がピコーンピコーンでなくて、ピコン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 ってなってくってことです。そこで愛の周波数っていうのは、すべての波に対応、つまり共振できる波動なので、そこに重なって一番強くなれる周波数が愛だそうなんです。まあ難しいところですが、まあ本書では図なども紹介されていますので、ぜひお手に取ってご覧いただければと思います。さらにここで、まあ大事なことですが、観測や意図をしているのに現実化しないということ、確率が1、実現しないという人に起きている事例、それは1の中でどんな意識を出していますかということが、まあ重要だということです。まあ例えばこれを意識してるんだけれども、1のうちこうなるっていう意識が例えば 0.7 ぐらい出せてたとしても、残り 0.3 は違う意識があるわけですね。さらに蓋を開けてみたら、実は 0.1 ぐらいしか出てなくて、 0.2 が不安で、 0.3 は全然違うことを考えててとか、そこには潜在意識という自分が認識していないフォトンもどんどん出てると言われています。意識にフォトンが流れているので、表面意識だけではなく潜在意識もフォトンを出しています。まあ実は不安ですとか、そういうのも全部が出ているので、この余計なものが混じっている可能性があって、別なパラレルに移行できていない可能性があるので実現していないと解説しています。まあ引き寄せの法則ってはその名の通り引き寄せ合う力ですので、周波数帯が同じになったら自然に引き寄せ合っていく力のことを言っています。何か欲しいと思った時に自分がそれを手にしているという周波数、それは自分の手元にあるべきだという周波数、それを出していくと不思議と引き寄せられてきます。自分がこうなりたいと思った時に自分はそこにいるべき存在だと、そういう周波数を出す時にその確率がどんどん1に近づいていきます。ちなみにこのフォトンという素粒子が意識から飛んでいるっていうのは、実際に脳波測定の機械によって観測されているそうです。まあその中身まで見れたら、まあわかりやすいんですけれども、まだそこまでは難しいでしょうね。なのでそうした時に有効なのが瞑想とアファメーションです。これによって自分から出ているフォトン、出ていくフォトンを自分自身の自由に変えていくことができる。まあそれがアファメーションですし、その場を整えていくのが瞑想であるとも言えると思います。以上、本書の要約とプラスアルファの解説をしてきました。ご参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。